隣に住む男の子、家族はママだけ。貧しさに耐えながら瞳が濡れてたママ。でもママはバラが好き、日曜はいつも。坊やはママのために花買って帰れる。優しくキスして捧げる白いバラ。今日は日曜日、綺麗なママ、ママの大好きな白いバラだよ。大人になったらパリ中のバラ、僕は買うのさ、ママのために。春はなぜ悲しみを運んでくるのか。病院へ運ばれた誰より大事なママ、僕はもうもんなしな華やぐバラを盗んで逃げたけれど捕まってしまう。小さな坊やはうなだれてつぶやく、今日は日曜日、ママに会いたい。ママの大好きな白いバラだよ。僕をベッドで待ち続ける。だから欲しいの、ママのために。花屋さんは優しい人、行きなさい、あげるから。キスされて駆け出した、ママママバラだよと。看護婦がささやいた、ママはもういないよ。どうしてママのために花持ってきたのに。ベッドへ坊やはひざまずいて泣いた。今日は日曜日、綺麗だろうママ、ママの大好きな白いバラだよ。神様の庭へ行く時には、この白いバラ